やったー！ケケです。今回はですね、皆さんお久しぶりですというところでね、まあお盆休みっていうのもあったんですけどね、ちょっと休みいただきましたというところで、今日からまたね、元気よくね、まあ一応始めていこうと思うんですけど、まず皆さんにお伝えすべきことが2つあって、1つ目は悪いニュースで、2つ目はいいニュースというところで話していこうと思うんですけど、まあ1つ目なんですけどね、僕の友達が最近某ウイルスのね、陽性者になってしまいまして、で、最近も友達と会ってたんでね、まあ僕自体も濃厚接触者ということになってしまいました。で、友達と会ってた時に、まあ明らかにこいつ体調悪いなって時があって、まあ頭痛とか、あとすごい体調悪そうにしてたんで、まあそんなことって滅多にないじゃないですか。なんで、まあ早めに家に送ってった方がいいなと思ってね、まあ送ってって、まあ家まで一緒に送ってったっていうのもあって、おそらくまあ僕もなってしまってるんじゃないかなと思います。その後まあ体調崩してるだとか、まあ頭痛とかも実際にあったんで、もうちょっとなってる体でね、まあ過ごしていこうかなと思うんですけども、まあ幸い一人暮らしなんで、まあしばらく家から出ずにね、引きこもり生活していこうと思います。でね、まあ何が言いたいかっていうとね、ちょっと動画内でなるべくカットはするんですけどもね、まあどうしてもカットできないところとかもあるかもしれないんでね、その咳のところとか、まあカットしづらいところとかもあると思うんでね、まあ咳とかが少し音声として入ってしまう可能性もあるんでね、そこだけちょっとご了承いただければなと思います。体調に関してはね、もう昨日までしんどかったんだけど、まあ、今日はもう喉以外は全部治ってるというところで、そこはご心配なさず、なさらずにというところで今回やっていこうと思います。2つ目のニュースなんですけどね、こちらクララリーグ第2次予選、第1次予選は20勝チャレンジでしたね。第2次予選はデュエルの BO3 のね、まあ、戦い合いというところだったんですけど、128位までがね突破というところで、現在というかもう終了か、52位で突破することができました。で、噂として出てるのが52位プラス、まあ、相手の順位で129位になる人と当たる、初戦のトーナメントで当たるみたいな感じの噂を聞いたんですけど、それによると、こちらのね、77位の方、で、ラットさんも77位でビクッとするんですけど、ラットさんね、後ろの方の77位なんで、おそらくこれ78位扱いにされると思うんですよね。なんで、このコカ RX さんと最初当たるのかなと、知ってる人は知ってると思うんですけど、すごい上手なプレイヤーですというところで頑張っていこうと思うんですけど、まあ、今回やっていくのは、この第2次予選でね、使ってたデュエルデッキの紹介していこうと思います。僕、二つのデュエルデッキをね、交互とかに、まあ、いろいろ変えながら使ってたりしたんですけども、まあ、そのうちの一つの、こちら。まず、遅延スケラ一つ目。二つ目。遅延スケラじゃん。三つ目？ちょっと待って、全然違うんだけど。あ、コピーできてなかったか。同じデッキ、じゃあ同じカード使いませんからね。一つ目、遅延スケラ。二つ目、マイティクカツ。三つ目、最近のキョスケロフグミラ。四つ目、ペッカ工場というところで、まあ、なかなかバランス取れてるデュエルデッキなんじゃないかなと思ってます。で、これね、普段ゴーストなんですけど、こっちにゴーストを使ってるため、ダックプリに変えたっていう感じですね。妥協ペッカ工場デッキですと。というところで、今回こちらの4つ使ってマルチやっていこうと思います。まあ、ロングシーズンっていうのもあるんでね、まあ、最近トラグもできてなかったんで、トロ爆上げしていきます。いきます。よいしょ。あれ？さあ、来ました。よろしく。まあ、最近すごいなんか、なんつうんだろう。ハードなスケジュールをこなしてたんで、まあ、それで体調崩したのかなって思ってたんですけど、普通に、そっちっぽいですね。さあ、ここは、とりあえず、タルババ転がして、お、これ、キング起動したい。頼む、マジでキング起動させてくれ。バルーンとか来んなよ、絶対。はい、来ない、来た。キング、起動、キング、イリュージョンボール。素晴らしい。え、ちょっと待って、これか。でも、これ相手にキング起動は、多少エリアド取られたんですけど、これ美味しいですね。さあ、ここ、バルキリー合わせていって、とりあえず、アイウィズも合わせていって、ボスキも出していって、防衛カチカチにしていきたいです。とりあえずアイウィズ出すじゃないですか。相手のスペルなんだろうな。おお、これね、ライドラ入ってるゴレっていうのは、大体ライトニングが入ってないんですよ。なんで、ライトニングはあんま意識しないでいいのかな。ただ、ライドラがちょっときつかったりもするな。これは、ベビドラ出していくんですけど、タイミングちょっと悪かったな。さあ、ここは、勝てないな。勝つんかい。さあ、ここタルババ転がしていって、勝てるなら今タルババスケラまで行ってよかったですね。さあ、ここまた、キング起動。別にもうしてるんだけどね。次のゴレのタイミング逆サイ攻めてもいいかもな。おお、すげえな。ガンガンに攻めてきますね。さあ、ただこれは美味しい美味しいと。ここはミニペランバー切って、まあ、ここはいいでしょう、もう攻めて。スケラ打ちます。エリババ、てか相手のデッキイカチくない？全部入ってんだけど。ランバー、ミニペ、エリババ。全部入ってる。ごついの。これアイウィズ耐えてくんないかな？
あちゃー、ベビドラできるか。さあ、ちょっと渋いベビドラ受けになるんですけども、まあまあまあって感じですね。ここは早めにポイズン打っといて、まあ、ゴレ来るんですけども、お、来ないんだ。え、これ、餌？こんだくね。なるほどね。餌に釣られてしまいましたが、まあそれでも守れるとは思うんですよね。これランバーとかライドラとか来るんですけど、逆サイエリババが来るんですよ、最終的に。見えました。いや、でもこれ、ポイズン貼っていいな。しっかりポイズン貼ることによって、しっかりとした防衛をしていきます。来た。胴サイに来たね。よいしょ。あー、ちょっとまずい。いや、でもこれさ、墓石が強すぎて守れるとかね。もう一回金起動。よいしょ。うわー、金起動できない。まあまあまあ、いいんじゃないですか。さあ、ここは、いやー、でもちょっと怖いな、なんか。ベビドラ出して、ライドラがやっぱね、やばいっすね。おい、餌だ、またこれ。ポイズン打たなくてよかった。たまーにこうやって餌撒いてくるんですよね、これ使いって。このダクネで。基本、ダクネゴレするじゃないですか。だから、あ、ダクネゴレ来るから、ここにポイズン貼っとこうってなって。まあ、そんな損ではないんですけどね。そう、ここはまあポイズン敷いて、まあライドラにポイズン敷かないとやばくなる気がしたんでね。まあこの後の防衛も激渋ではあるんですけど、いや、これも餌っぽいんだよな。餌だ。毎回餌ですね、この方は。ダクネを、ダクネで撒いてる。ただここも一旦守りの墓石。なんならダクネより、ダクネよりライドラにポイズン打ってる。さあ、ここはベビドラ出して、トルネで一旦まとめて、オッケー、完璧。これでね、トルネプラスポイズンプラスのベビドラの防衛一発で、ライドラを処理することができるんですよ。それ今狙ったらうまくできましたね。そうだよね。お、これは新しい。ただ、こっちにベビドラを割くことは大事ですね。ここもポイズンかな。で、トルネでまとめて、まあ、ポイズンのあれにして。いやー、ちょっと怖いな。ただ、ここでもまたポイズン敷くんすよね。で、墓石出して、ここはトルネ。いや、ちょっとなんかライドラ残ってんじゃん。大丈夫か、さすがに。さあ、墓石置いてダメージ取れてるんで、あとは耐えるだけというところで GG。おし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 。スケラ全然打てない展開になったんですけど、チェーンスケラ割とね、こういう試合多いかなって思ったわ、最近の環境だと。もうスケラ全く打たずに、イモって、なんかのアドバンテージで勝つっていうね。さあ、そんなね、ネチネチした戦い方をしてしまったんですが、まあ勝利したんでよしとしましょう。二つ目はこちら、マイティックカツ使っていこう。よいしょ。OK。助手、よろしく。助手なんだ、夜。とりあえずバレル飛ばしていって。お、これやばい。やばい。とんでもない。いや、でもこれさ、逆に。いや、まあ。今のスケファイスピは文句を言っていい立場ではないな。なんかちょっと、いい感じにずれて、なんだかんだ完封みたいなしてくれると思ったけど。さあ、ここ大砲出していって。よいしょ。あー、これ足前怖いなー。でも警戒したくもないなー。まあ10コス溜まったら警戒するけど、来ないでほしい。足前はここで来てほしい。え、よいしょ、いける。これでウッドあるけど、エリクサギリギリ。いや、これいい攻めだったんじゃないですか。結果的に取り戻した。やっぱね、枯渇対決で2倍タイム入る前のロケ削りって結構危険なんですよ。危ねえ真似っすよ、マジ。さあ、ここプリンセスに対して、スケルトンだけで押されたのはだいぶでかいっすね。ここなんならロケット打つ。あ、やべえ、2倍タイムなのに打っちまった。まあでもここは正直打っていいっすね。これはファイスピごと巻き込めるんで、ウッドで処理していく。
はしまいプリンとはしまい吹き矢の違いで、プリンの方がちょっと強いっていうのが、まあ、今後、不安要素ではあります。いやー、マジか。でもこれ爆破で飛ばせる。さあ、吹き矢出していって、この形相手からすると結構だるい気がするんだよね。来た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 。始まった始まった。これは守りづらいでしょう。さあ、ファイスピン入っていく。さあ、ここで始まりプリン来る、見えてる。あとロケット2周。ロケットとりあえず撃っとこうか。とりあえず撃っといて。お、相手持ってきた。でも相手のロケット的に相手のロケット間に合わないでしょ。さあ、ここは後ろなんで吹きゴブとスケルトンで持って運と温存。うわ、すげえそれ。これさあ、タワーなんだ。まあまあまあ、さすがに大丈夫でしょうと。ここはもう高めにプリン、高めにプリンじゃねえわ、大砲置いといて、あとはスケファイスピでしっかりできなかった完封をしてあげて、1GGと。オッケーオッケーオッケー。いいっすね。いい感じに立ち回れた。あのロケット撃たれてのね、マイティ吹き矢バレル攻めが良かったっすね。とっさの判断が大事でした。そう、しっかり勝っていく2戦目も。3戦目はこちら。流行りのやつですね。流行りのやつデッキいきます。よし、来た。お、アイウィズの、いや、関係ねえんだよな、もし。もはや。バナーとかね、最初ら辺は結構ペッカ工場使いはペッカのバナーとかだったけど、今もう全然変わりますからね。まあ、そうしてる人もいると思うんですけど。ボンバーからのスケキンってなんだ?さあ、ここは、キョス出していって、え、なんだろう、ボンバーからのスケキン。ない。まあ、これちょっとやだな。なんならこれもう、押されそう。マズネコ欲しかったなぁ。うわっ、ういひゃ、これでも、矢の雨溜まったら撃ちます。こんぐらい ?OK。で、キョスケがもう強すぎて、頑張ってくれる。で、ボンバーと、スケブと、ここちょっとロイフグで守っていきたいですね。ボンバースケキン切った状態なんで、ちょっとは、お、ボンバーまとまったか。そっか、スケキンだもんな。さあ、これは?微妙な感じ。俺はこうかな。トルネの近畿道がちょっと怖いですが。ダクネ。まあ、ゴレか。ゴレにスケブが入ってるみたいな感じなのかな。これは、うわ、すげえ。すげえけど。一旦マズネク出す。トリトン出して、トルネ来ると思うんですよね。来ないんか。来た。あー、ちょっとまずいな、これ。コウモリに。コウモリに穴埋つと、右側が止まんないなと判断したんですけど、どっちにしろ止まんないか?危ねえ。オッケーオッケー。ここ守れれば、まあ、キング起動もできたんで、まあ、いいんじゃないですか。ここはロイフグ矢の雨が刺さるんですけど、矢の雨がミラーなんで、難しいな、これ。さあ、ここは、一旦ゴーストから、うわぁ、マズネクからだな。こっちマズネク。まあ、ボンバー無視だね。で、カチカチに固めていって、あー、ザップや、なるほどね。さあ、ここやな、6つ。で、バッカーだけとりあえず遠ざけていって。なるほど、ファイボが入ってんのか。それは厄介だな。怖い。いやー、そうだよな。うわ、いや、でもまだ耐えれる。オッケー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 。いやー、でも状況はきついままですね。いや、これどうしよう、マジで。はしまいグレネードがやばすぎる。トリトンこんな感じで出す。
いや、今回ちょっと悪くないな、これ。カウンターの匂いがする。カウンターが匂ってんな。はいはいはい。これで、ここにグレを出させる。いや、熱い、それ。これ出せないのか。来た。え、それは来た。ここで、こうします。スケビ読みの矢鍋。熱い。燃えてる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 。そこで追加まずでいく。全部見えてる。さあ一応やなめしパッといて。オッケージジーというところでね、なんとか逆転勝利いたしました。まあこれはそうだね、マズネクの流れ、マザネリズムを作ったらこっちのターンになるんでね、まあ、それをうまく作れたのがでかかったですね。さあラスト4戦目、これが一番勝てるか不安、ペッカ工場でやっていきましょう。順位300、まだまだか。どんどん取る上げしてね、今シーズンはロングシーズンということで9戦度またやっていこうと思うんですけど、ちょっと気合入れていっていきたいな。いきます。さてやってまいりました、よろしくお願いします。ちょちょ、おフェノファイナルフォームさんじゃないですか。何使ってんだっけな、最近血迷った気がしてんだよ。ペッカ、違うペッカじゃねえわ、ジャイスパーキーのすげえ特殊な形使ってたような気がする。ミラー入ってる。さあここはダークプリに出して何出してくる、コウモリとかじゃない。お逆再工場行こう、コウモリとかじゃないこれ。はい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 、はっ、 OK。ただこれザップ使ったことによってこの相手の攻めが止まらないなんていう、そんな冗談はないですよね。さあここはは言うの出していって、まあ、ペッカでいいんじゃないかな。やばい、エレキだったらもっとやばかったな正直。ペッカ一発、まあでもこれファイボでなんとかあるんでね。でこの後うまいのが4コスペッカ、うおー4コスペッカじゃん、4コスミニペッカね。でもこの森像にかかってる。森像よし来た、オッケーオッケーオッケー、声の気迫だ。うーわ、いやもう一回森像チャンスある。いきます、森像、オッケー、守れてる。やばいこれ、いや16ミニペッカ強え、ダメでしょ。いやでもなんかいい感じにお互い殴り合ってますね。これでも俺774の方相手スペルないから結構大事で、こっちを俺が守りきれるかどうかになっかかってる気がする。まあ簡単に終わらしちゃったらこれでも余裕でまくられるね。状況的にはやっぱダメージで見てもこっちの方が有利なんで、そのまま行きたい。2倍タイム入ればその追加カゴムレとか追加ミニペとかに対応できるようになると思うんですよ。そうなってきたら熱いですね。やばいって、頼む守って、やつ守ったね。いやエレキ最高かよ、あ最高なんだなエレキって、うわエレキって最高なんだな。いやこれ守りきってほしいマジで、ちょっと怖えわ。完璧です、ちょ、怖い。はい、じゃあ、OK。さあ、5打っていって、ミラーガゴムレ来るぐらいか？いや、もう、ジャイ間に合わないっすもんね。足的に。あいつだって、ハンターワースを、10秒とかでしょ。OK! ジジ、しっかり勝っていきました、ラストもね。ということで、皆さんもまた、デュエルをね、もしする機会があれば、ゲーム内デュエル、ぜひ、この、KK 式デュエルデッキ使ってみてください。ということで今日の動画終わります。なんかね、見たい動画とかあったらね、よかったらコメント欄に書いてくれると嬉しいです。久しぶりだからね、何の動画撮ろうかなって思ってる。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。